本日より選挙戦が始まりました。私植松恵美子はありがとうございます。頑張ってまいります。ぜひとも国民目線の政治を始めさせてください。おじいさんお父さん何世代にもわたっての世襲政治が横行しておりますが、その中でたくさんのしがらみを持ってしまった政治家がいることも確かです。安倍総理、森友、ありがとうございます。頑張ってまいります。森友学園、加計学園問題など、あれは安倍総理のしがらみが浮き彫りになった問題ではありませんか。どさくさに紛れてのこの度の総選挙解散いたしましたけれども、国民の皆さんはおそらくあれは納得できないはずです。しかも解散したからといって全てがチャラになるわけではありません。もうそろそろこの日本の政治のしがらみ、国民の皆さんと一緒に断ち切ってまいりましょう。私植松恵美子希望の党より皆さんと一緒になって、生活者目線、女性の目線で子育て支援させてください。経済対策も国民目線で行っていかなければなりません。今大企業は300兆円余る大きなお金が内部留保されておりますけれども、国民の皆様方に還元されていない今の経済対策では格差が拡大するのみでございます。私植松恵美子に生活者目線の経済対策をやらせてください。この300兆円に税金をかけることによって会社の内部留保されたお金が国民の皆様方の生活者の皆さんのお給料に反映されてくる、これが我々希望の党が提言する政策者目線の経済対策でございます。消費税を簡単に上げちゃっていけませんよ。皆さん本当に小さな中小企業や商店の皆さん、そしてそこで働いている方たちや一生懸命働いている会社員の皆さんが、ああ生活が良くなってきたなってそう思うまで、私どもは簡単に消費税を増税することを凍結したいと思っております。それから皆さん、国会議員多いと思いませんか。国会中継見ていると与党と野党が足を引っ張るばっかりして、全く仕事しているのかどうか分かりません。仕事をしないような国会議員作らないでください。ですから私ども希望の党の植松恵美子は議員の定数削減を実施いたします。そして議員の会費も縮小いたします。そうじゃなきゃ不公平ですよ。ですから皆さん、さまざまな国会議員のスキャンダルを見て、あんな国会議員いらない、だから議員を削減いたします。そして歳出削減もいたします。歳費を削減いたします。どうか多くの皆様、この国で生まれてよかったな、政治がフェアで公平であるということをこの希望の党が実現してまいります。私植松恵美子希望の党、本日より出馬をいたしましたので、皆様方にまずもってのご挨拶をさせていただきます。最終最後まで植松恵美子元気よく、そして女性のパワー、皆さん方と一緒になって国民目線で頑張らせていただきますことをお約束申し上げまして、本日三軒茶屋の第一声とさせていただきます。